はい、アザラシ農園448日目でございます。本当はね、昨日休みで3連休だったはずなんだけど、ちょっと土曜日に出張が入ってしまって、はあそっちの事情はどうでもいいんだっていうところですけど、まあブログみたいなもんだから許してほしい。全然手入れやってません。で、今夕方なんですけど、なんか畑が全部しおしおですね。しおしおして、そしてセミがいました。こちらミニトマト、いい感じですね。ミニトマトは本当にこの時期はもう最高ですね。勝手にもぎって勝手にもぎっちゃう。でもこれどんどん食べていかないとね、どんどん食べていかないと、こんな風に、あ、でもこれダメだわ、ダメなやつ、ほい。ピーマンもね、よく見るといっぱいなってるんですけどね、よく見るといっぱいピーマンもなってるけど、よく見るとカメムシがいっぱいいるところがある。わかります、虫が集合恐怖症の人チーム。こういう卵がね、ピーマンの葉っぱの裏に植え付けられていて、これを逐一取っていく必要があるんだと思うけど、めんどくせえめんどくせえじゃねえ、畑やりたかったらめんどくさいわ。もう捨てないといけない感情ですわ。このところに雲がいる、ちょっとね、やっぱキュウリがいまいちだね、やっぱうどんこ病が進行していて、それを抑えられてないという感じがします。水も足りない。あそこズッキーニのスペース、すごいズッキーニがガーってなってるけど、ズッキーニ自体は今年そんなに食べてないから、なんか効率悪い植物ですね、ズッキーニ。あそこにちょっとオクラが見えます。オクラも食べましょう、食べていきましょう。今日はもう昼ご飯食べてしまったんで、アザラシクッキングはないですけど、ダメだな。フキブロッコリーはもう一旦どっかでリセットしないと、もうなんか三つ子らしい姿になって、食べるところもなしって感じですね。スイカができようとした、ちゃんと取れるスイカになるんでしょうか。こう、うわやばい、こちらの1年越しピーマンの方にも山ほどカメムシがくっついている。こいつは一体どうなってるんだ、どっから来てるんだ。ほらほらほら、払って落ちる、こんだけ払っても落ちない。あ、カメムシの害が深刻、どうすりゃいいんだこいつらは。ねえ、ここにいたってしょうがないでしょう、ね、入ってる感じで、まあ、特にね、ただウォッチングしてるだけですから。アザラシの448日目でした。